皆さんこんにちは、四塾テッコロです。本日は2024年4月の10日水曜日、もうお昼を回って14時ぐらいかなと思います。14時も回ってるかもしれません。エディオンピースイング広島ですね。手前もね、桜が咲いてますが、エディオンピースウィングの、お、魚が合図したエディオンピースウィングのですね、西側ですね、ここにも桜がたくさん植えてあって、この本川を挟んでちょっとね、この今見えませんがね、本川の右岸もね、たくさん桜がね、植えてありましてね、とても綺麗ですね。そしてこの向き、奥の桜ですね、あの辺りは陸運病院が昔あったところですね。そしてこちらには原爆ドームですね。あまりこのレベルからですね、原爆ドーム見たりとか桜見たりとかね、いうものはまあ普段ありませんので、6月の11日でしたかね、ワールドカップアジア二次予選のあのシリア戦がこのエディオンピースウィング広島で行われるということでですね、なんと言いますか、感慨深いものがですねありますね。発表された日は結構地元紙はかなりの紙面を割いてですね報道していました。ピースという名前をね、関する、スタジアムですのでね、世界からですねこのサッカーを見に来て、そして、平和公園の方もね訪れてもらったらいいかなと思います。アジア予選なんでね、ヨーロッパの人が見に来るっていうようなことはあんまり、報道記者とかねそういう人は別としてね考えづらいんですけど、そうは言ってもですね、この広島の地で、平和だからこういうスポーツもできるんだなということをね、報道してもらったりしたりすればいいのかなと思いますね。で、ついでに地理的なことを言うと、この川ずっと行きますと、横川のあたりに続いてますね。この奥には広島城が、ちょっと天守閣がポツンと見えてますが、子ども科学館、上の丸いのはね、プラネタリウムなんですけど、ちょっと今使ってないような気が。そして T の字を書く相生橋ですね、原爆投下の目標になった橋と、でその左奥に原爆ドームというところですね。だからこれまっすぐ行くと、左が元安川ですね、宮島への、船の、ね、発着場もありますね。お、また電車が来た。本線ですからね。
で振り向けば、あれね、観光してくれるんですね、あの船はね。行きよりもスピードが出てるということは、もう一応の説明は終わって、まあ今も説明してるけど、まあとりあえずあとは帰るだけと。これもあの原爆ドームのところのね、あの宮島行きの船の発着場のところからね出てます。ちょっといかほどか忘れたんですけど、おっと向こうの人もカメラで撮ってる。いらないアクションは俺の方には振りませんね。向こうには手を振るけど、まあそれはよろしいんですけどね、あ、そっか、カメラで撮ったりって言ってもこっちは逆光になるからね。私がいる方は多分向こう側を撮った方が綺麗に撮れますね。でまあこの関係性でいくと、この川の右岸ですね、本川の右岸、この相生橋の行き過ぎてすぐのところに本川小学校がありますが、あそこでね生存者がね何名だったかな、2名3名、おられます。あとは全滅。その助かった人っていうのはちょうどあの半地下みたいになってる下駄箱っていうの、まあそこにたまたまその瞬間いて助かったっていう。ただまあ小学校の何年とかの時ですから、結局その助かった方の家族も全滅して、写真とかも全く残ってないから、晩年お亡くなりになる前はもうなんかのインタビューでですね、その親兄弟がいたのは分かるんだけど、どういう顔してたか全然思い出さないから、全く分からんと、ね、言っておられましたね。本川小学校とあと、まあ、原爆ドームとか原爆資料館とかもそうなんですけど、袋町小学校ですね、あそこら辺、あとは肘山のちょっと名前忘れたすいません、肘山下電停の結構近くにある寺院、あの肘山神社じゃないですよ、あの寺院だったかなんかのところとかが、今度広島市が一括してですね、管理するっていうことになったようですね。あとはあの広島城のところの中国軍艦駆司令部の陸軍の中国軍艦駆司令部の防空作戦室ですね、あそこも半地下の施設ですけど、まあ、広島市が一括管理をするっていうことにですね、まあ、そうですね、点でバラバラでやっていくとわけわかんなくなるんで、もう市の予算をつけてやった方がいいですね。とまあ、どうしても、ね、ここで、ね、原爆ドームとかを見るとちょっと原爆の話になってしまって、ちょっとしんみりしてしまうんですけど、今日はね満開ですね。ただな、ちょっと早くから咲いてた桜はもう完全に散ってる感じで、もう明日以降は今満開のものも散り始めっていうことになるでしょうから、次の土日で見納めって感じになりますかね。昨日なんかもね風が強かったんで、ちょっとそういうことが起きると早く散ってしまうということになるかもしれません。はい、ということでですね、この動画はここまでにしたいと思います。今この時がリアリティ。ご視聴ありがとうございました。